暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。人生には思いがけず穴が開くことがございます。穴が開くことによって今までの人生に傷がついたり、私たちの行動が不自由になったりいたします。ここでいう人生の穴というのは、例えば思いがけない病気、または大切な人の死、信じきっていた人の裏切り、その他私たちの毎日の生活の中で数々自分にとって悲しいこと、辛いこと、それらを指しております。そういう大小の穴が開いた時に、その現実というものとどう向き合うかということが問われます。20世紀のアメリカの神学者にラインホールド・ニーバーという人がおりました。でこの人の有名な祈りの一つに、主よ、変えられないものを受け入れる心の静けさと、変えられるものを変える勇気と、その両者を見分ける英知を私にお与えくださいというのがございます。私はこの祈りに随分今まで支えられてまいりました。というのは、開いてしまった穴の中には塞ぐことができない、逃れることができない、変えることができない穴がございます。そういう穴に対して変えられるものは、その穴に対する私の態度でしかないと思います。嘆いたり悲しんだり、穴を開けた人を恨んだりすることもできますけれども、開いてしまった穴から穴が開くまで見えなかったものを見ようとする、その意欲、その穴の意味を知ろうとする、そういう謙虚さが私たちに求められていると思います。私は大学で授業をしておりますけれども、ある年前期の講義の中で人生の穴について学生たちに話をいたしました。そして学生たちに、私が人生の穴に対して取った態度、それはあくまで見えなかったものを開いた穴から見ようとすることなんだと話しました。それから長い夏休みが始まりまして、10月学生たちが戻ってきて、私はもう一度その人たちに講義をいたしました。で最初の授業のあと、一人の4年生が私のところに参りまして、教壇の前に立って、シスター、夏休みの間に私の人生に穴が開きました。思いがけず婦人科の手術を受けなければならないことになったんです。そして手術を受けましたけれども、その結果としてお医者様が、もしかしたら赤ちゃんが産めない体にあなたはなったかもしれないとおっしゃいました。で、私には結婚を前提に
付き合っている男性がいるんですけれども、その人がまた無類の子供好きなんです。そこで私は悩みました。黙っていようか、打ち明けようか。でもいつかは分かることなので、思い切って勇気を持って打ち明けました。そしたらその相手の方が話をずっと聞いてくれて、僕は赤ちゃんが産める君と結婚するのではなくて、君と結婚するんだと言ってくれたんです。あの人生の穴が開かなかったら、二人は順調に結婚して一生の間、私は相手の人がどんな誠実な人なのか、どんな愛で私を愛してくれているのかを知らないままで済んだかもしれない。そこまで話して、その学生は涙を流しておりました。で、この人は必ずしも開いた穴から開くまで見えなかったものを見ようとした人ではございませんでしたけれども、たまたま開いた穴から、穴が開かなかったら見えなかったものを見た人でございました。旧約聖書の中に呼ぶ記と呼ばれる部分がございます。これは呼ぶという行いの正しい人、その人に悪魔が神様のお許しを得て次々と災難を送る、そしてそれをヨブがどう受け止めたかというお話でございます。ヨブは財産、家族、すべてのものを失う。自分の体も病気になります。でも神様を恨まないで、その一つ一つの穴に対して、私は裸で母の胎を出た、また裸でそこへ戻ろう、主は与え、主は奪う、主の皆は褒むべきかな、という言葉を出しております。そしてさらに、私たちは神様から幸せもいただいたんだから、不幸せも不幸もいただくのは当たり前ではないか、ということを言っているんですね。この呼ぶについて浅野純一というプロテスタントの牧師様が、呼ぶ記その今日への意義という題で、岩波新書から40年ほど前にとてもいい本をお出しになってます。その中に一つ面白い例えがございまして、暗くて深い井戸ですと、その水の表に真っ昼間でも井戸の真上の星の影が映るということを書いていらっしゃいます。私は自分で試してみたことはございませんけれども、もしかして私たちの人生に暗くて深い井戸のような穴が開いたときに、その底にわずかでも水が溜まっているとすれば、その水に真っ昼間でも肉眼では見ることができない星影が映るのかもしれない。そしてそれは私たちの生活を豊かにすると思うんです。で、そのわずかの水というのは何かというと、それは神様は決して私たちの力に余る試練をお与えにならない、どんな人生の穴にも神様の愛が込められている、その愛に対する信頼であり、だからきっと良くなるという希望、それが枯れたように見える井戸、底なしのように思える
井戸の底に溜まっている水と言ってもいいかもしれません。キリスト教には2つの大きな祝日がございます。クリスマスと復活祭。復活祭の前の晩は徹夜祭といって、教会の中を真っ暗にして新しく火打ち石で作った火をろうそくに灯して神父様が教会の中に入っていらっしゃいます。で、私たちは世の光としてのキリストをお迎えすることになります。キリスト教はある意味で闇の価値をそうやって教えてくれます。私たちが闇というものを最近その価値を忘れてしまっているような気がするんです。24時間こうこうとついているコンビニ、ネオンサイン、そういうものの中で私たちをもう一度闇の価値というものに気づきたいと思います。人生の穴、それは結局私たちが遭遇するこの世の中での悩み、苦しみ、闇に例えられるかもしれません。でもその闇があればこそ私たちには光のありがたさがわかる。肉眼で見えないものが見えてくる。暗闇というものが光のありがたさを教えてくれるものだということ、そして私たちの人生の中の暗闇、人生の穴と呼ばれるものも私たちに闇の意味を教えてくれるものであり、私たちの人生に思いがけず開く穴、その一つ一つをありがたくいただきたいと思います。私は裸で母の胎を出た、裸でそこに戻ろう。主は与え、主は奪う。主の皆は褒めたたえられよ。ヨブ記一章二十一節。